イベント開催。明海大学。今回の折り旅スポットはこちら。すごくない？これ最高だな。みかんって何個でも食えるな本当に。見てね。今回の白黒アンジャッシュのゲストはウルトラブギーズ。キングオブコントで話題のコンビが白黒初登場です。はい。白黒は火曜夜11時。ただここ2年は琉慶が勝っているという状況です。プレミアも1勝1敗で来てますから。そうですね。今ファーストハーフ前半のキックオフです。お互いに本当に力は拮抗している状況で す, です、ね、ここの中盤でのボールの主導権をどう握るかですね。まず旗が長いボールを前線に蹴っていきました。鈴木唯人落としておいてシュートへ持っていきます。まずはファーストシュート、市立船橋が打っていきました。背番号14番、今日右のサイドハーフスタメンの岩田佳純です。森がドリブルで持っていこうというところ、強引に割っていって町田から縦入った鈴木唯人。鈴木から町田、外から回ってクロスが入ってくる。中央セカンドは市船がかなりプレッシャーをかけていきます。市立船橋裏へのボール、ここは葉坂豪が行きます。それでは今日のメンバー、市立船橋からご紹介をしていきましょう。ゴールキーパーは金子レオンです。ディフェンダーは畑大賀、植松健人、高橋トラビス、石田祐介。ミッドフィルダーキャプテンの町田祐介と森英樹、鈴木唯人、岩田佳純、佐久間健人、そしてフォワード松谷幸喜と入っています。上松が体を先に入れていきます。市立船橋のサブのメンバーをご紹介します。ゴールキーパー細江、ディフェンス中村、小長谷、菅谷、永田、そしてアスレ長田、ミッドフィルダー城山、田沢、平、そしてフォワード出川と入っています。聞きます畑俊吾監督、今年から就任をしました。市立船橋の OB でもあります。浅岡隆三監督体制からこの畑監督体制に今年変わった市立船橋です。前からのプレッシャーをロングボールで一度かわしておいて、右のサイドバックの畑からまたロングボールを入れていきます。左サイド三好、矢木は今度は左に振ります。左のサイドバック田村陸ですが、ここはラインを割っているという判定です。では一方の琉慶大柏の今日のメンバーご紹介します。ゴールキーパーは松原壮太、そしてディフェンス藤井海斗、古谷優斗、田口空雅、そして田村陸、ミッドフィルダー三好凛太、大西雄介、渡来武蔵、八木浩司キャプテン、そしてフォワード森山一斗、葉坂豪と入っています。そして琉慶大柏高校のサブのメンバーをご紹介します。佐藤愛斗、そして清宮優希、松村美奈子、河原田優斗、岩本和馬、そして木村聖、下地陸と川端優斗、そして竹本修二と入っています。今季限りでの退任が発表されています琉慶大柏、本田雄一郎監督72歳。かつては市原みどり、そして習志野も率いていた経験を持っています。左サイドバックの上松健人上がってきた、そしてシュートを強引に打っていきました。それではピッチサイドリポーターを呼んでいます。千葉テレ大隅真理アナウンサーです。大隅さん。はい、ピッチ上両校の大声援が響き渡っています。まず市立船橋の畑監督なんですが、立ち上がりでリズムを取れたらペースを握れるので意識したいと、最初にガツンといけると力を発揮できるとこの1年感じてきた、そしてこの過去の決勝を見ても先制点を取った方が高い確率で優勝している、そういう意味でも先制点は重要だと話しています。
一方の琉球大柏は本田監督も選手点が大きく物を言う試合になるだろうと、とにかく点を取られないこと、何よりこの決勝での戦いを勝ち負けを楽しみたい、これは国取り物語だと千葉での最後の試合に挑んでいます。さて市立船橋の方の今大会の勝ち上がりを確認しておきます。スーパーシードで準決勝からの登場、4対0と専修大松戸を下して勝ち上がっています。一方の琉球大柏の勝ち上がりです。こちらは3回戦からの登場、東海大浦安を4対0、八千代1対0、松林3対0、したがって今大会どの学校も失点せずに勝ってきているというね。そうですね、チームですね。スローインのボールを入れていきます。この畑君の魅力は今ボールを持っていますがどんなところでしょうか。これはですね、もう誰にも真似できないこのスピードです。今最前線まで上がっていきます。クロスが入ってきた、鈴木リトから森、シュートまで打ち切れるかどうかですが、シュート来た。先制は市立船橋。準決勝でも決めていた森英樹、早い時間帯に市立船橋が先制をします。右サイドで起点を作ってからでしたね。そうですね、今言った畑君のですね、長いランニングがですね、はい、やはり相手は警戒させてしまいましたね。このように斜めに入ってくる畑君の動きがニアにあって、で鈴木唯斗からのクロス、塩で待っていた森、ただここ倒れてからよく打ちましたね。そうですね、粘り強く頑張りました。2人のディフェンダーをかわしてのシュート、これで市立船橋が試合を動かしています。さてこの1点が試合に与える影響、吉田さんいかがでしょうか。これでですね、琉球がですねかなり前から押し込んでくると思いますので、今前半の22分を経過、40分ハーフで行われています。ワンタッチつないで羽坂、羽坂から左サイド三好インター。この三好君がかなりこう体が切れている印象です。そうですね、準決勝でも素晴らしいシュート入れましたからね。今の作り方に関してはいかがですか。これが一つのやっぱり琉球の狙いだと思いますね。今渡来君が落としたところからスタートしましたね。そうですね、あの位置でボールが収まるとチャンスが作れると思います。いやでちょっと回転をするような感じで選手がぐるぐると回っています。中央に入れた、セカンドボール三好凛太、外広げて大西祐介、一度フェイクを入れてドリブルからクロスが入ってきます。またコーナーキック、このチームのキャプテン、バウンドさせた、岩田はちょっと空振りをしましたけれども、琉球大柏は左に広げます。八木、岩田戻ってくる、岩田のディフェンス、彼は今日は中盤のサイドハーフですけれども、中盤のセンターをやることもある選手です。藤井海斗からワンタッチの八木の折り返し、このセカンドは町田、しかし引っ掛けて八木のシュート、枠は捉えていました。今一連の動き、八木君絡みました。そして一方、今年が最後の年になる琉球大柏は本田雄一郎監督、千葉を引っ張ってきた監督でもあります。大西が地を入れる、セカンドボールつないで混戦になっている、シュート、今の混戦からのシーンご覧いただきます。トラビスよく対応しましたね。そうですね、右足の鈴木唯斗、少し変化をつけてきました。
畑大河は右サイドの鈴木を使います。浮き球通していって畑の突破、大西を振り切った、セカンドボール岩田、ここはコーナーキックです。これは練習通りの形でしたね今のは。あ、そうですか、はい、この畑の突破というのが市立船橋にとっての大きな大きな武器です。上松の左足の長いボールを選択しました。前線で少し駆け引きをしていますが右サイドに流していきます。ここで時間が来ました。前半を終了、市立船橋が1対0と琉球大柏をリードしての折り返しになります。解説の吉田さんに一言感想をいただきたいと思います。前半立ち上がりは市立船橋のペースだったんですけども、ここ最後琉球盛り返してきましたので非常に後半が楽しみになりました。はい、第98回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会の決勝戦、市立船橋対流通経済大学柏、前半1対0で市立船橋がリードしています。この後は前半戦をということで前半を終了して1対0市立船橋がリードをしての折り返しということになっております。前半のスタッツ確認しておきましょう。ご覧の通り1対0、市立船橋がリードをしていますけれども、まあ、シュートの数がこの少ないというのが一つ特徴でしょうか。そうですね、なかなか最後のところをシュートさせないというお互いのですね、はい、粘り強いディフェンスが見られていると思います。まあ、その中で、まあ、少し前半の20分ぐらいから潮目が変わってきたようにも感じました。まあ、このあたり改めて振り返っていただけますでしょうか。そうですね、先制したことで若干ですが市立船橋が、受けに入ったと、特に守備での部分ですね、それでラインがちょっと下がったおかげで琉球大のですね、自由に使えるスペースが増えていった、そういうことからコーナーキックの数も増えてですね、はい、こういう。まもなく琉球大柏ボールでキックオフがされます。琉球大柏はかなりハーフウェイライン付近まで選手を出して長いボールを前線に蹴っていきます。さて改めて後半の見どころ、どこに吉田さんは置いていかれますか。そうですね、市船が最後ちょっと出足が悪くなってきたので、そこをどう修正してくるかが最初の鍵になると思います。詰める形です。もちろん簡単に備えて後ろに選手は残して琉球大柏、後ろに入ったフリア、町田、まだクリアは不十分な状況です。右サイドに流していって三好が高いボールを入れていく、ヘディングで落とした、前線に先ほどからフリアが残っていました。最後はそのフリアのシュート。西さん、はい、市立船橋のハーフタイムなんですが、畑監督は1点取ったことは忘れることと、後半相手は圧力をかけて攻撃してくる、それに屈しないこと、攻撃はマイボールの時間を増やそう、もっとサポートを早く冷静にとチームを鼓舞していました。まず今大島アナウンサーが伝えてくれた市立船橋側のハーフタイムなんですけれども、これを聞いてどういうふうな感想を持たれましたか。そうですね、やっぱり監督もちょっと最後の方がですね、うまくいってなかったということをちゃんと理解されているようですね、はい、それで修正してきてます。それに選手が応えるかどうかですね。森英樹が左サイドからえぐっていこうとします。まあ、ボールをキープする時間も少し増やしていきなさいというふうな指示もどうやらあったようです。西さん、どうぞ。一方の琉球大柏のハーフタイムなんですが、本田監督は1失点は仕方ない、じゃあどうやって取るのかと、もっと早くワンタッチでやること、そして斜めに蹴るんだと、立ち上がりから猛プレスだ、どんどんメンバー変えていくからな、全員で勝つぞと気持ちを一つにしていました。そしてここはロングスローでチャンスを生かしていこうという琉球大柏、八木浩司が入れます。山成のボール、上松、ちょっとミスキックになりました。まあ、今の指示に関してはいかがでしょうか。そうですね、琉球大は最後の前半最後からの流れを大事にしながらさらに圧力をかけようという本田先生の狙いがあると思います。まあ、このロングスローも一つパワーを持って攻めていける局面です。塩に入ってセカンドボールは田村陸、つないで八木、ワンタッチで逆サイドに送る、このボールを収めて森山、シュートを持っていく、
最後は後ろにいました藤井に任せたというシュートシーン。田口かなり長い距離をドリブルで運んで八木のクロスは中央入った大西打てるかどうかというところですが、一度外に広げて八木甲子逆サイドを狙う、折り返した中央、吉尾ヘッド、そして大西、同点を追いついた琉球大柏、パワーで取り切ってきました。いいクロスが入りましたね、改めて今のシーンです。この折り返しも見事でしたね。はい、ここはキーパーよく対応したんですが、そこに大西よく詰めていました。相手を変えるセットプレーにできるかどうか、上松と鈴木唯人、鈴木の右足や左足、上松強いヘッド、またしても森田、161センチがヘディングで決めた。いやー、上松君素晴らしいボールでしたね、まさかのターゲットでした。森もよく飛び込みました。今日はまさにこの8番が全て試合を動かしています。このゴールシーン、いやボールの質いかがでしょうか。素晴らしい低い弾道のですね、もうシュート性の本当素晴らしいボールです。もう森は当てるだけっていう感じでしたね。はい、2対1。ただ今度は琉球大柏、八木コースのロングスロー、まだあります。シュート持ってった、ディフレクションがあって、自分から入ってましたね、田口空和の右足です。八木コースはファーに入れる、折り返しセカンドシュート、キーパーよく制しました。もう一度枠を外したコーナーですね。渡来のシュート、ナイスセーブ金子レオン。古谷強いですね、この折り返し。いやもう渡来君も行ったというふうに思ったでしょうけどね。そうでしょうね。さあただセットプレーは強さがあります。低いボールできた、ヘディングセカンド、八木のシュート、もう一度セカンドを拾っていきます。町田、ここはキャプテンが体を張ります。キーパーの金子レオンが出て対処をします。右のサイドバックの田口、外の大西を使います。ハンドのアピールありますが、ここはプレーオン、冷静な対応。あと石田、失った、田中、そしてシュートをゲット、高い位置で奪って、最後は三好凛太、2対2同点。相手ディフェンダーが一度、対応できたかなと思ったその刹那、このシーン、このプレッシャーいかがですか。そうですね、ハザードもよく粘りましたね。そして中央で待っていたのは背番号7番、今大会好調の三好凛太。交代間際に大きな仕事をしましたね。はい、
今その端坂がアウトをしています。攻撃にもすごく活躍できると思います。まあ、今左の、まあ、サイドのハーフの位置に入っています。松屋から裏取っていった鈴木と抜けるシュートへ、キーパーセカンド左足ゲット。鈴木唯人、打ち合いの展開になっています。一度弾かれたボール2回目で叩き込んでいきました。今のシーン、このパスが素晴らしかったですね。松屋の、いいスルーパスでした。キーパーの松原も対処はしたんですが、そのセカンドを取りました。ちょっと我々予想外の展開になってます。そうですね、はい、攻守の目まぐるしい試合になりましたね。コーラーを、持っている選手です。ここも中央に入れてくる、ヘディングで落としたセカンド拾って、琉球大柏シュートに持っていく、深口球場のシュート。西さん、一方の市立船橋もですね、23番の木村選手準備をしています。失礼いたしました、琉球大柏23番木村選手、監督の指示を受けています。狙ってきたぞ、どうだ、大西のシュート、キーパーの位置をよく見ていました。よく見えてますね、脅威ですね、はい、両サイド上松畑が高い位置に出てきますから、そこを生かされるとちょっときついかもしれませんね、はい、今森が少し時間を作ります。そして左のウィングバックになった上松から長いボールが全然入ってきた、抜け出した1対1、しかし松屋のシュートはキーパーセーブです。右サイドから前を取っていこうという動き、滝本残したシュートに持っていく、上松のクリアボール、なおも拾っていきます渡来、左サイドに広げていく田村、クロスが入ってくる、相手に一度当てます。田村のロングスローです。フレアに合わせていく、そして田村クロス中央に入れた、セカンドボールをもう一度つないでいく、柔らかく上げる、また混戦になっているぞ、そしてここから落としてシュートはブロック、もう一度点差は1点、すでに、まあ、2点は取っている琉球大柏ですけれども、この残り時間血を入れてシュートはディフェンスに当たっています。コーナーキックになりました。ここはキーパーのロングキックを使っていきます。松原壮太中央に入れていく、外に広げて田口のクロス流れて混戦になっている、森下として詰めるがまだクリア不十分、田口つなぐ、まだあります。これはもう何が起こるか分かりませんね、ゴール前は。さあ混戦の状態からバウンドして、おっと、まあ、もちろん誰も触れていない状態であればゴールにはなりませんけれども、誰か触っていればというシーンでした、はい、ここは琉球拾いたいですね。ここは、5分台というアディショナルタイムです。ヘディングでつないでいく、佐久間戻ってきた、シュートに持っていきました、吹かしてしまいました、頭を抱えます。まさか渡宮里選手が走り込んでくる、いいボールです。折り返して大内で八木、八木のクロスは一度ブロックをされて大きく蹴出していく、時計を進めていきます。市立船橋、田村が跳ね返して、キャプテンの八木、
さあここからロングレッドのシュートもある大西、中央に入れた、ヘディングでスラして、また田口の長いボール、ヘディングで落としたセカンド、滝本はマイボールのスローインを選択します。さあ4分台も半ばを過ぎました。木村ひじりが長い助走を取ってロングスローを入れます。このボール跳ね返される、もう一度中に放り込めるかどうか、田村が1枚剥がしていく、中通す、そしてクロスが入ったが合わせる選手がいなかった。中を固めているこの3バックあるいは5バック、この守備で守っています。一塁船橋、佐久間が跳ね返す、そして前を取っていこうという風はすでに5分台に入っています。田村陸攻め切りたい、左サイドに流れていく、畑をかわした、しかしそこには中村壮が待っていた、そしてここで試合終了の笛、2年間全国の舞台を踏めていなかった船橋市立船橋高等学校、3年ぶり22回目の全国出場、そして本田雄一郎監督のラストイヤー、琉球大柏、ここで涙を飲むということになります。最後までよく粘りましたね、内村は猛攻に耐えました。途中で畑監督は、3バックを選択をするということで、その後かなりこう跳ね返すというところが見えていましたが、改めて吉田さん、この試合どう振り返りますか。両校の持ち味が出たですね、素晴らしいゲームでしたね、本当に全国大会の決勝でもおかしくないこの緊迫感、これはご覧になった皆様が一番よく感じられていることじゃないかと思います。です、はい、3年ぶりの優勝、市立船橋高校畑修吾監督です、おめでとうございます。ありがとうございます。取られたら取り返すすごい試合でした、振り返ってください。お互い守備の徹底している、チーム同士の対決で、ここまでやっぱりあの点の取り合いというか、になったのはやっぱりこの選手権という舞台がすごくこういつもの力を以上のものを発揮させるような舞台だったんじゃないかなと思います。そして監督就任初年度に久しぶりの全国決めてくれた選手たちへはどんな思いでしょうか。もうとにかく、もう感謝でしかないです。いろんな思いとか、あったと思うんですけども、それを全部こう受け入れて前向きにチャレンジしてくれてたのですごく感謝してます。それではすでに初戦の相手も決まっておりますが、全国への意気込みを聞かせてください。はい、千葉県代表として、胸を張って堂々と千葉県の選手それから指導者の方々が納得していただけるような戦いをしたいと思います。頑張ってください。畑監督でした。続きましてキャプテンの町田選手にお話を伺います。優勝した今のお気持ちは。素直にいろいろプレッシャーがあった中で勝てたことはとても嬉しいです。今日の試合はどんな思いで臨んだんでしょうか。まあ、自分たちの代は1回も全国経験しないということで、その中で絶対全国に出ようという気持ちは強かったです。そして掴んだ全国への切符、3年分の思いを込めてどんな戦い見せたいですか。まあ、やっとスタートラインに立てたと思っているので、ここからも勢いを落とさずに全国優勝を目指して頑張ります。ありがとうございます。町田選手でした。続きまして決勝の舞台で見事2ゴール森選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。目には涙も見えますが、どんな気持ちですか。まあ、2年間選手権全国に行けてない中で、まあ、ここで全国出場というところを決められたので良かったです。それも自身の2ゴールです、どうでしょうか。まあ、いいボールが来てたんで、まあ、自分は決めるだけで良かったです。それでは全国への意気込み聞かせてください。千葉県代表として、まあ、全国制覇できるように頑張ります。見事2ゴール森選手でした、おめでとうございます。
勝ちました市立船橋高校、畑監督、そして町田キャプテン、そして2ゴールの森選手のインタビューをご覧いただきました。また田口の長いボール、ヘディングで落としたセカンド、滝本はマイボールのスローインを選択します。さあ4分台も半ばを過ぎました。木村ひじりが長い助走を取ってロングスローを入れます。このボール跳ね返される、もう一度中に放り込めるかどうか。田村が1枚剥がしていく、中通す、そしてクロスが入ったが合わせる選手がいなかった。中を固めているこの3バックあるいは5バック、この守備で守っています。一塁船橋、佐久間が跳ね返す、そして前を取っていこうという風はすでに5分台に入っています。田村陸攻め切りたい、左サイドに流れていく、旗をかわした、しかしそこには中村壮が待っていた。そしてここで試合終了、6分2年間全国の舞台を踏めていなかった船橋市立船橋高等学校、3年ぶり22回目の全国出場、そして本田雄一郎監督のラストイヤー、琉球大柏、ここで涙を飲むということになります。最後までよく粘りましたね、市船は猛攻に耐えました。途中で畑監督は、3バックを選択をするということで、その後かなりこう跳ね返すというところが見えていましたが、改めて吉田さん、この試合どう振り返りますか。両校の持ち味が出たですね、素晴らしいゲームでしたね。本当に全国大会の決勝でもおかしくないこの緊迫感、これはご覧になった皆様が一番よく感じられていることじゃないかと思います。です、はい、3年ぶりの優勝、市立船橋高校畑修吾監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。取られたら取り返す、すごい試合でした。振り返ってください。お互い守備の徹底している、チーム同士の対決で、ここまでやっぱりあの点の取り合いというか、になったのはやっぱりこの選手権という舞台がすごくこういつもの力を以上のものを発揮させるような舞台だったんじゃないかなと思います。そして監督就任初年度に久しぶりの全国決めてくれた選手たちへはどんな思いでしょうか。もうとにかく、もう感謝。ハンドのアピールありますが、ここはプレーオン、冷静な対応、あと一打失った、はざか、そしてシュートをゲット、高い2バッテ、最後は三好凛太、2対2同点。が一度、対応できたかなと思ったその刹那、このシーン、このプレッシャーいかがですか。そうですね、ハザードがよく粘りましたね。そして中央で待っていたのは背番号7番、今大会好調の三好凛太。交代間際に大きな仕事をしましたね。はい、今その羽坂がアウトをしています。攻撃にもすごく活躍できると思います。今左の、サイドのハーフの位置に入っています。松屋から裏取っていった、鈴木と抜けるシュートへ、キーパーセカンド左足ゲット、鈴木唯人、打ち合いの展開になっています。弾かれたボール、2回目で叩き込んでいきました。今のシーン、
このパスが素晴らしかったですね、松屋の、いいスルーパスでした。キーパーの松原も対処はしたんですが、そのセカンドを取りました。ちょっと我々予想外の展開になってます。そうですね、はい、もう攻守の目まぐるしい試合になりましたね。コーナーを持っている選手です。ここも中央に入れてくる、ヘディングで落としたセカンド拾って、琉球大柏シュートに持っていく、1ヶ月休暇のシュート。西さん、一方の市立船橋もですね、23番の木村選手準備をしています。失礼いたしました、琉球大柏は23番木村選手、監督の指示を受けています。狙ってきたぞ、どうだ、大西のシュート、キーパーの位置をよく見ていました。ヘッドを失い方、よく見えてますね、脅威ですね、はい、両夜11時。ただここ2年は琉球が勝っているという状況です。プレミアも一勝一敗できてますから。そうですね、今ファーストハーフ前半のキックオフです。お互いに本当に力は拮抗している状況です。ですね、ここの中盤でのボールの主導権をどう握るかですね。まず畑が長いボールを前線に蹴っていきました。鈴木唯人、落としておいてシュートへ持っていきます。まずはファーストシュート、市立船橋が打っていきました。背番号14番、今日右のサイドハーフスタメンの岩田霞です。森がドリブルで持っていこうというところ、強引に割っていって町田から縦入った、鈴木唯人、鈴木から町田、外から回ってクロスが入ってくる、中央セカンドは市船がかなりプレッシャーをかけていきます。市立船橋裏へのボール、ここは羽坂豪が行きます。それでは今日のメンバー、市立船橋からご紹介をしていきましょう。ゴールキーパーは金子レオンです。ディフェンダーは畑大河、植松健人、高橋トラビス、石田雄介、ミッドフィルダーキャプテンの町田雄介と森英樹、鈴木唯人、岩田霞、佐久間健人、そしてフォワード松谷幸喜と入っています。が体を先に入れていきます。市立船橋のサブのメンバーをご紹介します。ゴールキーパー細江、ディフェンス中村、小長谷、菅谷、永田、そして長田、ミッドフィルダー城山、田沢、平、そしてフォワード出川と入っています。聞きます、畑俊吾監督、今年から就任をしました。市立船橋の OB でもあります。麻生隆三監督体制からこの畑監督体制に今年変わった市立船橋です。前からのプレッシャーをロングボールで一度かわしておいて、右のサイドバックの畑からまたロングボールを入れていきます。左サイド三好、矢木は今度は左に振ります。左のサイドバック田村陸ですが、ここはラインを割っているという判定です。では一方の琉球大柏の今日のメンバーをご紹介します。ゴールキーパーは松原壮太、そしてディフェンス藤井海斗、古谷優斗、田口空雅、そして田村。さて、市立船橋の方の今大会の勝ち上がりを確認しておきます。スーパーシードで準決勝からの登場、4対0と専修大松戸を下して勝ち上がっています。一方の琉球大柏の勝ち上がりです。こちらは3回戦からの登場、東海大浦安を4対0、八千代1対0、松林3対0、したがって今大会、どの学校も失点せずに勝ってきているというね、そうですね、チームですね。スローインのボールを入れていきます。この畑君の魅力は今ボール持っていますが、どんなところでしょうか。もう
これはですね、はい、もう誰にも真似できないこのスピードです。今最前線まで上がっていきます。クロスが入ってきた。鈴木リトから森、シュートまで打ち切れるかどうかですが、シュート来た。先制は市立船橋。準決勝でも決めていた森英樹。早い時間帯に市立船橋が先制をします。右サイドで起点を作ってからでしたね。そうですね、今言った畑君のですね、長いランニングがですね、はい、やはり相手は警戒させてしまいましたね。まあ、このように斜めに入ってくる畑君の動きがニヤニヤって、で鈴木ゆいとからのクロス、塩で待っていた森、ただここ倒れてからよく打ちましたね。そうですね、粘り強く頑張りました。2人のディフェンダーをかわしてのシュート。これで市立船橋が試合を動かしています。さてこの1点が試合に与える影響、牛田さんいかがでしょうか。これでですね、琉球がですねかなり前から押し込んでくると思いますので、今前半の22分を経過、40分ハーフで行われています。ワンタッチつないで羽坂、羽坂から左サイド三好インター。この三好君がかなりこう体が切れている印象です。そうですね、準決勝でも素晴らしいシュート入れましたからね。今の作り方に関してはいかがですか。これが一つのやっぱり琉球の狙いだと思いますね。まあ、今渡来君が落としたところからスタートしましたね。そうですね、あの位置でボールが収まるとチャンスが作れると思います。いやでちょっと回転をするような感じで選手がぐるぐると回っています。中央に入れた。琉球大柏は左に広げます。八木、岩田戻ってくる。岩田のディフェンス、まあ、彼は今日は中盤のサイドハーフですけれども、中盤のセンターをやることもある選手です。藤井海斗からワンタッチの八木の折り返し、このセカンドは町田、しかし引っ掛けて八木のシュート、枠は捉えていました。今一連の動き八木君絡みました。そして一方今年が最後の年になる琉球大柏本田雄一郎監督、千葉を引っ張ってきた監督でもあります。大西が地を入れる。セカンドボールつないで本線になっているシュート。今の混戦からのシーンをご覧いただきます。トラビスよく対応しましたね。そうですね、右足の鈴木ゆいと少し変化をつけてきました。畑大河は右サイドの鈴木を使います。浮き球通していって畑の突破、大西を振り切った。セカンドボール岩田、ここはコーナーキックです。これは練習通りの形でしたね今のは。あ、そうですか、はい、この畑の突破というのが市立船橋にとっての大きな大きな武器です。上松の左足の長いボールを選択しました。前線で少し駆け引きをしていますが、右サイドに流していきます。ここで時間が来ました。前半を終了、市立船橋が1対0と琉球大柏をリードしての折り返しになります。解説の吉田さんに一言感想をいただきたいと思います。前半立ち上がりは市立船橋のペースだったんですけども、ここ最後琉球盛り返してきましたので、非常に後半が楽しみになりました。はい、第98回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会の決勝戦、市立船橋対流通経済大学柏、前半1対0で市立船橋がリードしています。この後は前半戦をということで、前半を終了して1対0、市立船橋がリードをしての折り返しということになっております。前半のスタッツ確認しておきましょう。
ご覧の通り1対0、市立船橋がリードをしていますけれども、まあ、シュートの数がこの少ないというのが一つ特徴でしょうか。そうですね、なかなか最後のところをシュートさせないというお互いのですね、粘り強いディフェンスが見られていると思います。最後からの流れを大事にしながらさらに圧力をかけようという本田先生の狙いがあると思います。まあ、このロングスローも一つパワーを持って攻めていける局面です。中央に入ってセカンドボールは田村陸、つないで八木、ワンタッチで逆サイドに送る。このボールを収めて森山、シュートへ持ってく。最後は後ろにいました藤井に任せたというシュートシーン。田口、かなり長い距離をドリブルで運んで八木のクロスは中央入った。大西打てるかどうかというところですが、一度外に広げて八木講師逆サイドを狙う、折り返した中央、吉野ヘッド、そして大西、同点を追いついた琉球大柏、パワーで取り切ってきました。いいクロスが入りましたね。改めて今のシーンです。この折り返しも見事でしたね。はい、ここはキーパーよく対応したんですが、そこに大西よく詰めていました。相手を変えるセットプレーにできるかどうか、上松と鈴木唯人。鈴木の右足や左足、上松中央ヘッド、またしても森田、161センチがヘディングで決めた。いや、上松君素晴らしいボールでしたね。まさかのターゲットでした。森もよく飛び込みました。今日はまさにこの8番が全て試合を動かしています。このゴールシーン、一度弾かれたボール2回目で叩き込んでいきました。今のシーン、このパスが素晴らしかったですね。松屋の、いいスルーパスでした。キーパーの松原も対処はしたんですが、そのセカンドを取りました。ちょっと我々予想外の展開になってます。そうですね、はい、もう攻守の目まぐるしい試合になりましたね。フォアを、持っている選手です。ここも中央に入れてくる、ヘディングで落としたセカンド拾って、琉球大柏シュートに持っていく。1ヶ月休暇のシュート、西さん、一方の市立船橋もですね、23番の木村選手準備をしています。失礼いたしました、琉球大柏23番木村選手、監督の指示を受けています。狙ってきたぞ、どうだ、大西のシュート、キーパーの位置をよく見ていました。よく見えてますね。脅威ですね、はい、両サイド上松畑が高い位置に出てきますから、そこを生かされるとちょっときついかもしれませんね、はい、今森が少し時間を作ります。そして左のウィングバックになった上松から長いボールが全然入ってきた、抜け出した1対1、しかし松屋のシュートはキーパーセーブです。
右サイドから前を取っていこうという動き。滝本残したシュートに持っていく。上松のクリアボール、なおも拾っていきます。渡来左サイドに広げていく。田村クロスが入ってくる。相手に一度当てます。田村のロングスローです。フレアに合わせていく。そして田村クロス塩に入れた。セカンドボールをもう一度つないでいく。柔らかく上げる。また混戦になっているぞ。そしてここから落としてシュートはブロック。もう一度点差は1点、すでに、まあ、2点は取っている琉球大柏ですけれども、この残り時間血を入れてシュートはディフェンスに当たっています。コーナーキックになりました。